コーヒーヒタイム今日はねマンンデリンですもうね今日は日曜日なんですけどなんか土曜日曜とねもう時間を <laughs> 無駄にするような使い方してしまったなという感じで、まあ、今週3連休なんでね 明日も一日休みがあるんですけど、ちょっとね、いろいろとやりたいことをね、これからいろいろ詰めてやっていかないとなっていう感じですね。で今ね、あのー、結構ハマってるんですけど、前、前回、前々回ぐらいかな。ディープモーションコントローラーっていう、ちょっとね、あのー、トラッキング手のね、トラッキングをやる、その、ガジェット ガジェットっていうか、まあセンサーですよねトラッキングのセンサーがあるんですけどトラッキングってねあの手のモーションを取ってで、それを解析してであの、ソフトとかに反映するようなやつなんですけどそれをね買って今いろいろと遊んでるんですけどまあそれ以外にもいろいろとね 3D アバターとかを動かす技術っていうのまあソフトとかいろいろ,がいろいろあって でそれをね、夜な夜な試してはいるんですけどまあなんかねいろいろとまあすごいまあ、今まで触ってなかった機能なんでねすごく面白いですねその、例えばゲーム PC のゲームとかでで、コントローラーとかを触るあっと入れ終わっちゃったはいコーヒー入れ終わりました バーチャルマジック、違う、V マジック、なんとかと、これミラーだったかな。V マジックミラーとか、なんか、確かそんな名前だと思うんですけど、っていうね、ソフトとかが、その、ゲームのキー、キーデバイスとかを、の入力を取って、で、それから、その、3D モデルに反映してくれるみたいな、いうのがあって、それがね、結構面白くて、PC でゲームやってると、 例えば右キーを押すと、その中のね、3D アバターも右キーを押してくれたりとか、あとキーボードでね、何か文字を打っても、その文字に対しての、そのキーボードのキーの場所っていうのに、その、その 3D モデルがね、タイピングしてくれたりとかして。あと僕はね、ちょっと持ってないんですけど、ペンタブレットみたいなののその絵を描いてるところが反映される。 そういうのがね、結構、ま、いろいろと面白いなと思いましたね。ただ、そういうやつって、いろいろと、いろんなツールを連携させたりとかすると、精度が上がる。ま、あその1機能1機能自体はすごい作り込みがあるんですけど、他のところは他のツールになんか任せてるみたいなの結構あって、なんで、いろいろとね、いろんなもの、本当にツールの片っ端からね、試していかないと、すごい自分がね、やりたい、 一番気持ちいいところみたいなのが揃わないなっていう感じはしましたねでも本当にねなんかちょっとやるだけでまあ、それ自体はね導入が本当ね5分ぐらいまあ、インストールも含めて5分ぐらいで終わってしまうっていうすごい簡単なものでいや技術の進歩っていうかねいろいろできるようになって楽しい世の中になりましたねって感じですねはいまあいいやまあなんかいろいろとねまそういう感じで遊んでるんで なんか紹介できることがあったらね、いろいろ紹介していきたいなと思います。はい、コーヒーいただきましょう。はい、じゃあコーヒーいただきます。うん、美味しい。ここのところね、急に寒くなってきたんで、皆さんもね、体調に気をつけて過ごしてください。うん、はい、ジェイクモです。今日はジェイクモ V チューバー化計画。 そのとということで今回はその VTuber のね前は、えー、VCFace っていうツールをね紹介したんですけど今回は VMagicMirror っていうそういうねツールがあるのでそれをね紹介したいと思いますということでね行ってみましょうまずねこ映ってるやつ、まあ、これはねあの前回も使った VRM っていうファイル を使ってあのね、ここね、ここの部分にある、ここの VRM ロードっていうのがあるんですけど、これね、前回使ったやつをそのまんま使っている感じですね。ジェイクモちゃんのファイルをそのまま使っている感じですね。で、他にも v r o i d h u b っていうところからロードができるんですね。v r o i d h u b って何かっていうと、 V-ROID Studio で作ったファイルをあの p i x i、ね、v の V-ROIDHub っていうサイトにアップすることができるんですね。ちょっとアップしたのがこんな感じなんですけど、まあ、これねジェイクモちゃんをアップしたんですけどこれもね自分だけの非公開とかあと誰,誰でも使ってもいいですよみたいな形でも公開することができるんですね。 v r イドハブってなんかいろいろとね連携しているソフトがあって連携しておくと、てかアップしておくとその v r イドハブからダウンロードしてでそのままね何かのサービスに組み込むみたいなことも可能なんですよ。なので結構ね作ったファイルとか v r o i にねこの v r イドハブっていうところにアップしておくとね面白そうなことができそうな感じなんですよね。 はい、まだね僕はアップしただけなので特に何かやってるわけではないんですけどこういうこともできますっていう感じですねでこれはねその V ロイドハブとも対応してますまあ読み込みのところはねそんな難しくないのでそのまんまなんですけどこれの V マジックミラーっていうファイルのこのね特徴なんですけどじゃーんまあここでね見てわかるかもしんないですけどこれ今ねマウスこ,こっち側の手がね動いてると思うんですけど ここね僕のマウスとね連動してるんですよ、まあ、タッチパッドで動かしてるような感じですけどこれ PC のキー入力を取っていてであの例えばキーボードとかもほら打つと両手で打つとねこんな感じで打ってるところのキーにちゃんと対応してくれるんですよね逆にこのね どこだったったけかな設定はキーのねやつをランダムにするみたいなこともできたりとかするんですよねちょっとねやり方をちょっと忘れちゃいましたけど確かそういう設定もあるんですよあのキー入力って他の人から見えちゃうあこれかだえっ、ー、とタイピングの演出この abc テキスト」ってなってますけどこれでねこれやるとなんかあるんだっけあほらこれ <laughs> なんか、うん、テキストが出てくるとかあとライトライトがねこうつくとかいうのもできたりとか、うん、これは、まあ、こんな感じのね謎の演出が出たりとかもしますまあ今切ってますけどであとねあのー、どれだったかな 何かをねやるとそのキーボードをリンクさせないで打ってるのはキリンクさせるけどみたいなことがね確かできたような感じがしますねあとペンタブレットじゃあ僕今ペ,ペンタブレット使ってないんであれなんですけどお絵描き配信とかしたい方はこれをねオンにしてペンタブレットをつなぐとそうするとねペンを持った状態になったりとかしますあとはねゲームパッドゲーム配信とかする人だと ゲームパッドですかねでこれねちゃんとね入力が連動してるんですよ今ね A ボタンを押してるんですけど A ボタン B ボタン XY とかね押す位置もてか押すところまで、ね、変わったりとかこの方向キーをねグリグリ動かすと体がねちょっと傾いたりとかあとこの LR とかもねこういう風に連動してくれるんですねゲームパッドに。 かなりね、面白い配信ができるなっていう、そういうね、作りをしてるんですよね。このゲームパッドをアーケードスティックとかに変えると、ちょっとアーケードスティックのね、モデルは用意されてないんですけど、こういう感じでね、今ちょっと普通のゲームパッドでやってますけど、こう格闘ゲームをやってる風に演出することもできる。今ね、一応ね、このリップシンクを一応していって、 さらに見ている方向、今ね右側見ているのでちょっと画面のね右側見ちゃってますけど普通にカメラの方を見たりとかねゲームの方を見たりとかあとはねちょっとまあこれに変えてで一応ね位置を設定をなんかぐるっとね変えられたりとかこれを今設定してあったやつなんですけど 全身映したりとかこれでねグリグリ回したりとかもできますしこうやってね位置を変えたりとかできますこれで配信するのに何が一番いいかっていうとちょっとね画面を変えてみますねちょっと違うゲームを立ち上げてはいちょっと画面をね変えてみたんですけどこれでクイックロードで最初のね画面に戻してやるとでこれでねゲームしている様子をこんな感じでね プレイしながら配信することができるっていうプレイゲームプレイを実際にねあのコントローラー持ってこのアバターがねプレイしてるような感じ こんな感じでね、実際にプレイしてるようなのが見えるっていう。なかなかこれも楽しいですよね。で、あともう一つのモードが、もう一つっていうかね、他の使い方もあって、こんな感じに、ちょっと白い空間。これ、キズナとかがよく使っている白い空間ですけど、これをね、こんな感じで配信してやると、そうすると実際のね、このアバターが、 実際のゲームを見ている状態ゲームプレイをこの画面としてねこの白い空間で見ている状態でで配信ができるっていうねなかなかね面白いんじゃないですかねこれ 3D 空間の中でこの VR のね空間の中でゲームのねでっかいモニターがあってそれを見ながら配信をするっていうちょっと手元がね 少し見づらいのはあれなんですけどちょっと位置をね変えたりとかしつつ調節してやればねいいのかもしれないですけどこういうね配信もできるっていうなかなか楽しいですよね、まあ、ちょっとね画面が小さくなっちゃったりとかするんですけど VR 空間でね遊んでいるっていうそういうようなね感じは、まあ、ねすごく出せるんじゃないかなと思うんですよ こんな感じでね結構頭とかも動かせるのでまあだから表情がねちょっとこの状態だと見えなかったりとかするんですけどじゃあちょっとモードを戻しますかねはいこんな感じでちょっとキーボードの方に戻しますけどねはいこんな感じでどうですかねなかなかね面白い配信っていうのができるんじゃないかなと思ってるんですよねでさらにこのアクセサリーとか何かいろいろ使ったりとか あとはね、この外部トラッキング、リップシンクとかなんかそういうのとかも、あのー、ちょっとこのね、モデル、まだ僕がね、対応させてないんですけど、パーフェクトシンクっていうのがあって、そういうやり方があって、そういうソフトがあってね、それを外部のツールを使って、顔の表情のトラッキングを精度が高くね、撮ったりとかすることもできるので、 うん、外部連携とかもねやりやすいのがすごくいいですよね iFaceMoCAP ってこれがパ、あのーフェクトシンクのツールだったりとかするんですけど iPhone の、ね、ツールだったりとかするんですけどそういうのが使えたりとかする感じですね、まあ、今これオンにしてると普通のこちらの、ねゲームえー、と v マジックミラーのリンク自体は切れちゃうんでトラッキングが、ね、切れちゃうんで 切ってますけどちょっとね今 iFaceMoCAP ソフトに対応するためのパーフェクトシンクっていうのにモデルをね対応させるっていうこともできるんですけどブレンダーがねちょっと今バグがあるらしくてなんかその VRM、えー、VR ファイルっていうのを読み込むのにねちょっとプラグインだかな相性が悪いらしくて今のバージョンが。なので。 次のねバージョンでアップするらしいっていうその修正されるらしいのでちょっとそれ待ちなんですよねでそれがね対応されたらパーフェクトシンクフェイストラッキングのパーフェクトシンクっていうのをね試していこうと思いますあとね一応この間やったハンドトラッキングとかも一応ね設定できたりとかまあこれはねあれのツールはできんのかなウェブカメラしかできないのかなあリープがあるからできんのかなちょっとわかんないですけど ちょっとまだここら辺はね、まだ完全には試してないので、まあ、後々ね、ちょっとやっていこうと思うんですけど、まあ、ここら辺を使ってねゲーム配信とかいろいろとね、やっていこうと思います。はい。っていう感じで、今日は V マジックミラーの紹介でした。ちょっと皆さんもね V ロイドスタジオでものすごく簡単に、まあ、これもね、僕が。 まあ服がちょっとち、服はね、ちょっと違うんですけど、この顔とかね、髪型とかは自分で作った、まあちょっとパーツを組み合わせパーツを組み合わせたりとか、あと自分でね、ちょっと描いてみたりとか、いろいろして作ったものなので、もし、あの、興味がある方はね、自分で作ってみるのもいいんじゃないかなと思います。はい。っていう感じで、本日は終わりにしたいと思います。バイ。